に来ております。さて今回は9月30日土曜日に開校いたします通常教室の一つゼロから始める地域イベントの作り方星空で賑わう街づくりで講師を務めてくださいますお二人をゲストにお迎えして今回の教室の内容についてお話しいただきます。それでは、講師の方々を紹介します。まずお一人目 NPO 法人土佐山アカデミー事務局長吉富晋作さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして今回の教室の発案者でもあります令和4年度高知美笠学者受講生の時武さんです。よろしくお願いします。この教室はですね、まあ、チラシも実際にあるんですけど地域でイベントを立ち上げていくときに、まあ、どういうふうに、人を巻き込んでいくのか、企画を考えていくのか、実行していくのか、そんないろんな段階があると思うんですけど、それをゼロから学べる場所を作りたいなということが今回の企画になっています。トキさんのこの星空でにぎわう街づくりという企画を中心に、題材にやっていこうと思っています。なので、この講座を受けると、例えば子ども会でも、PTA でも学校でも、また会社でもそういう地域を巻き込んで、何かイベント企画をしていくっていうことが、覚えられるのかなとできるようになるのかなというふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます。トキさん、はい、このアイデアを、まあ、思いついた経緯などをちょっとお話しいただけますか。そうですね、私は去年この美笠学者のプレミアム教室に参加させていただきました。楽しく夢があるところに人は集まるのではないか、そういうふうなその人が楽しくなるようなことから始めましょうということだったわけです。そういうことを、まあ、プレミアムクラスのみんなと話してましたら、星を見る会っていうのがいいんじゃないかということになりまして、それで、まあ、星を見る会っていうのをやってみよう、これで街づくりができていったらねすごくいいんじゃないかなと思ったのがきっかけです。星を見るっていうのって例えば桂浜が月の名所桂浜とか、はい、その浦戸もその先ほど言っていただいたような水平線があって、いやそこで星眺めたらいいなってみんな思ってるはずなんですけど、うん、逆になんか想像がつき最初頭で想像がつきやすいだけに意外とみんなしてないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。花街道から見る本当に水平線から星が上がってくる感じっていうとかいう感じをその眺めたいけどちょっと気恥ずかしいみたいな、そこをなんかしっかり実はそれってすごい資源なんだよっていう使って活かせていけたら人がもっと来てくれるような場所になるんじゃないかなっていう、でそこがいつかこうつながって宇宙産業まで行くんじゃないかっていうこの時さんの夢をなんかみんなで叶えたいなっていう、そんな感じです、ね。はい、ありがとうございます。今回教室1星空で賑わう街づくり全6回を用意してますけれども、第3回にオーテピア高知未来科学館の学院前田さんをゲストにお招きする、そして第4回に星空体験プロデューサーの岩代彩香さん、こちらゲストで来ていただくということで、まあ、その星をテーマにどういう教室を展開するのかっていうところを、まあ、学びながらどう星を生かしていけるかっていうその学術的なことも含めて一緒に学んでいきたいというふうに思ってますけども。そうですね、だからどんな星空体験プロデューサーがどんな話を日頃しているのかとかももちろん気になりますし、実際に星を見ながら、いろんな詳しく解説
問いただきたいし、はい、たくさん学べるところがあると思うんで、ぜひそのお二方からいろんな話を聞いてみたいなと思います。そうです。岩代愛花さんはわざわざ高知来られてるわけですから、それで活動されてるんで、まちづくりも考えてらっしゃると思うんですけど、いろんなイベントを考えてらっしゃるんで、その、どんなふうな、ね、切り口からそういう発想ができるかというのを聞きするということも、なんかヒントにつながるんではないかなという気がします。楽しみですね。楽しみです。その波の音聞きながら、星空の話聞けるってなかなかないんじゃないかなと思うんですよ。そうですね。はい。それすごい楽しみだし、それでこう勉強というか学びつつ、星のことに詳しくなりながら、じゃあこれどうやったらこれ他の人にも聞いてもらえるのかなっていうのは、本当になかなか贅沢な企画だなと思うんで、ちょっとその日頃イベントをよく作られている岩代さんだし、オーデビアで学芸員をされている方も、その知見とノウハウもいろいろお聞きできたらなと思います。ありがとうございます。もし僕らも移住者で高知に来てびっくりするぐらい星綺麗だったんですよ、そこにまず感動したので、その感動というのもやっぱりしっかり伝えていきたいし、共有したいという気持ちは強いので、徳さんのアイデアをぜひ皆さんで盛り上げてですね、楽しい企画にしたいなというふうに思っております。はい、なんかちょっとこっちの教室はすごい花があると思うんですよね、このこっちちょっと僕らにとって、ね、いやそうそう、しわがあります。じっくりと寝かせた担任がずっと沈んでね、まろやかになった赤いボルドーワインっていうのがすっごく美味しいです。もうこれたまらない。めちゃくちゃいい顔してますね。いい顔してますね。これをもう皆さんもう飲んだことないと思うんですけど、飲んでしまうとね、もうトリコになると思うんですね。だけどあんまりハマりすぎるとダメですね。もうそんなお酒ないですもんね。いや、ぜひ徳さんにご教授いただきたいです。で年号によって95年のボルトーがいいとかね、はい、でブルゴーニュだったら誰々の何年頃がどこの畑でやろうかとかね、そんなのがあるんですよ。そういうものを探して飲み始めるとね、もうダメですね。次は星空にハマっていただいて、星空に合うワイン ありますよ。ありますよ、ね、これカットない。どっちし使わせていただきます。この方が生き生きしてるんですよ。いや本当に。星はね、まだそこまで行ってないんですよ。これまでさまざまな教室をですね、企画運営してまいりました地域おこし学校高知民謀性学者、過去の教室の内容、吉野さんも以前のプレ外国からご参加いただいてますけれども、高知市の地域活性推進課のホームページからご覧いただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、本日は9月30日土曜日に開校いたします地域おこし学校高知民謀性学者通常教室星空でにぎわうまちづくりについて講師の2人にお話を伺いました。これから皆さんと一緒に楽しみながら学んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、みませ学者でお待ちしております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。